とことんやりこむ、どうも、なおちです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回頑張っていきましょう。今シーズン、ちょっと長いけども、意外といいのが出るような気がするんだよね。まあ、とりあえず、10周頑張っていきましょう。1周目。どうだ？うん、冬射撃いらないよね。どうなの？まあ、キープで。はい。サブリューはね、見た目はかっこいいけど、そうね、力の弓の方がいいのか。微妙。はい。うん、影はいい。クリニ。で、怒りが、3だったらね、ちょっと面白いかなと思うけども。覆われた怒りじゃなくてね、ノーマル怒りがね。これは、いやー、これ雷フォーカスか最後の叫びじゃない？おお、珍しい。3だったらよかったけども。はい。おー、なんか今日、季節物が多いね。季節物多いよ。稲妻、フォーカスいらない。いらん。ダメ。はい。レッドスネークなんか中途半端なんだよね。まあまあ、よくない。まあ使えるけどいらないかな。こっちは？ダメだな。どうだ？おー、なんか、昨日に引き続き今日もさ、出るね、季節物が。今シーズン季節物多いかもしんないよ。いりません。冬射撃多いって。冬射撃いらんって。ダメ。次。これは良くないよ。これは良くないよ。では、残り3回頑張りましょう。3だったらあり。3じゃないとダメ。いや、チェーン付きが俺は好きじゃない。一応取っとくか。あと2回。ソウルダンサーはもういらない。たくさん持ってる。防護さん。まあ、これもありだよね。でも、いらない。あと1回頑張ろう。これがラスト。うわ、ラスト良くない。なんだこれ、まあ、クリティカルね。いや、でも、斧か。まあ、でも、レッドスネークか。悪夢は？いや、全部使えるよ。全部いいよ。でも、全部微妙な装備なんだよね。微妙。はい。まあ、今シーズンはこんな感じでしたけども、次はどうなるんでしょうか？ 30 回はもうやめてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。